ソリチュです。今回はですね、なんと今日初対面なんですよね、ソリチュさんね。はい、そうですね、はい、ですね、今回ボヤージュオブザナイトというね、サードアルバム、夏季のサードアルバムで初ライブとなっております。それにソリチュさんはなんと DJ とイベントに右端に書いてありますかまぼこ販売をやる。そうですね、かまぼこを、はい、まあ、棒に刺して、はい、食べていただこう。つまみですね。つまみですね。つまみですね。七夕前夜楽しん、このイベントを楽しんでいただこうという、はい、そうですね。ありがとうございます。はい、本日はですね、他にもね、DJ 森戸さんとか、ボーカルの幹人さんとかもお呼びしておりまして、で、私、奈美子も、愛しい人への朗読とかもやりますので、ぜひ、サンキングでスペースオフィット。いや、結構ね、時間もね、ゆとり持ってやってます。17時から DJ タイム入っておりまして、ラストは22時半までやっておりますので、遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで生きてんの、伊勢田さん。おっと、マジで。なんでそんな生きるんですか、元気が。いや、マジで。しかもマジで答えなきゃいけないの、それは。まあ、マジで聞いてるけど。いや、でも、まあ、なぜ生きてるのか。なんつうのかな、やっぱなんか、なんでしょうね。僕はやっぱり、人とつながることが面白いっていうか、まあ、メイン。それ、でその先に例えば子供とかもいないし、うん、なんだけど、まあ、それが生きてる間にいろんな人に会って、まあ、楽しみたいなっていう。ダメーえって思ってますけどね。いや、何のためって言われると、うん、いや、その子孫とか別に残してるわけじゃないし、だから動物としてどうなのかって、まあ、人間として何人間としてか、いや人間としてまたね、まあ、生きることもあるのではないか。ダンスメインじゃないんだろうな。ダンスメインじゃないかな。じゃあ奈美ちゃんは恋してますか、最近。恋ですか。まあ、大体してますね。大体してるの。大体してる。大体してると思う。いいことですよ、ね、うん。この伊勢丹さん、恋しても実らないんですか、最近。でもそれはもう自分の問題だから、うん、もう本当にね、もうそういうね、なんか自虐的になることはやめてきますね。でもね、恋じゃないわ。恋はしなくなった。うん、恋はしなくなりましたね。ええ、どうしようなっていう感じが分かる。まさにこういうこと。そう、いや、またうまいこと出さなくていいけど。っていうこと。そうそう、でも本当にそうなの。なんか恋じゃないな。そうだ、恋は結構昔の話だ。じゃあ何の？愛ですね。愛。愛。深いな。愛です。え、愛。愛おしいってこと。で、これをこうね、宣伝しようというわけじゃないけど、でもね。この日のために実はメンバーに公開してるしとはちょっと変えて、その日バージョンでその日の朝考えようと思ってですよ、うん、そう、なんかね、結局お客さんに向けてないけど、うん、このね、あ、喋り始めて笑ってたね、愛しい人っていうのはね、何もね、
男だ女だとか恋人だとか愛人だとか夫婦だとか家族関係ないと思うんですよね、うん、それはもう対象は何でもよくて、うん、もしかしたらもう生きてない人でもいいし出会ってない人でもいいかもしれないそれ難しいね。あでも出会ってない人難しい。私結構ね出会ってない人に救われてるんですよ。あだって何百年も前の人がバカみたいに恋に悩んでる小説とか読むと大して変わんないじゃないですか。まあね、まあ、確かに出会ってない、ね、そう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 。ねえね、愛しい人っていうのはそれぞれ違うと思うんですけども、だからなんかそう人のそういうなんかちょっと可愛いなとか、なんて人間らしいなとか、これダメだなって思うところをちょっと見えると、それだけでも俺なんか関係なく愛しいなって思っちゃう。そういうちょっと大きな話になりましたけど、はい、イベントとかやった時に他人がいっぱいいるじゃないですか、はい、それはどう思うんですか、まあ、街中でもいいや、はい、電車でもいいや、うん、そういう時に愛とか考えないでしょ。あ、どうだろうな、なんかね考えてないというかね、見て結構感じちゃいます、私。マザーテレサか。そうかもしれない。この間、ブックオフでね、マザーテレサを立ち読みしたんですよ。思想ってところで。はいはい、ね、そしてすごい全部同じだったの。自分で言ってんの。マザーテレサって、ほんと。いや、ま、やばい。マザーテレサまで行ったと思ったけども、そこはブックオフだし。はい、こっそりともう閉じました、うんうん、買わなかったしだって同じだからもういらないよ、いらない、すげえ。やべーと思って、すごいじゃん、これ使われたらやばい感じするんですよね、うん、大きいこと言った今、マザーテレサ、うん、でもほんとほんと、だって買わなくてもいいんだもん、うん、じゃあナミちゃんはマザ自分はマザーテレサだとしましょう伊勢丹さんは伊勢丹さんはそういうふうなんか僕こういう感じっていう出会ったこう衝撃を受けたそのなんつうこれ、衝撃受けた人、偉人みたいな人いる、プリンスですよ。あ、プリンス、プリンスですよ。プリン、じゃあ今日プリンスとマザーテレサの対談ってことですか。違うと思うんです。また二人も死んでるけど、死んじゃったけど。いいです。そんなの関係ないんですよ。なんだこの人は。じゃあそのイベント、まあまあ電車、まあ二人とも愛がある人だということで。ざっくりなんかめんどくさくなってきたじゃないですか、やめてください、それで、まあ、ちょっと話が変わるんですけどイベントにお客さんがあんまりこうイベント事情入ってないという噂も実感してると思うんですよ、はい、マザーテレサとプリンスもプリンスじゃないか、うん、それちょっとどう解消していけばいいかとか、え、だからやってるんじゃないですか。まあそれもそうなんですけど、そういうとこどういうふうに考えてイベント作りしてる。いや、もうたくさん来てほしいですよ。原因とか考えないですか。原因、うん、原因、うん、原因、もう愛がない、まあまあ、まあ、やりたい人が増えているっていう。あー、なるほどね、面白い。だって僕とかだってやれるクオリティないわけだから。それは言わなくていい。あ、そう、うん、って思うけど、はい、北海道出身って だとさ、はい、ヒグマとか野良トドとかあったことある？え？ヒグマとか。あ、熊の子供ありますね。野生の？でもね、熊の子供はダメなの。危ないの。危ないよね。熊の子供が出た時は気をつけてください。お母さん必ずいるから危ない。そう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 。野良トドは？うん、多分。でも、まあ、タヌキとかね、キツネとか、まあ、タヌキはしょっちゅうでしたね。サドは。サドはトキじゃないですか。トキもそうなんだけど。なぜか、でも、あの、僕の感覚っていうか、では、タヌキに会う確率が高いのは、やっぱ満月の日なんですよね。いや、いや、多分ね、いや、ほんと、あの、やっぱでも満月ってそういうのありますよね。車に引かれてるタヌキ、誰も多分統計取ってないけど、猫よりタヌキが引かれてる。引かれてて、でもやっぱ満月の日が多いんですよ。仲間だと思って。いや、だから、やっぱ上がるじゃないですか、普通に。普通に上がるんじゃないかなって思うけど、ね、ポンポコとか言うじゃないですか。
うん、私もね、コウモリってなんか超音波で覚えてるって言うじゃないですか、うんうん、あ、この前見たな。それね、コウモリが新潟で見た、久々にコウモリ足にぶつかってきたことあるんですよ。そう、なんだか、なんだか ブルームーンみたいなのあったじゃないですか、ね、あんな、そんな、うんね、そういうもので動いているものが私の太ももに止まるわけないと思ったんですけど、バッと持って帰り道、神社の前でバチッって音がしたら、うん、止まって、あ、じゃあなんかちょっと来るんですか。そうそう、なんかやっぱり満月はなんか来るんじゃない。そう、小学校の時に友達とコウモリを捕まえようって言って、うん、あの虫網でこうやってて、うんうん、もうだから超音波で動いてるって思うから、うん、絶対無理じゃんって。そうそうそうね。でも俺の友達捕まえたんですよ。そうだ、すげえなと思って。なんかあるある、まあ、いますよ。